新型コロナウイルス対策として緊急事態宣言が延長されたことを受けて、福岡市は国の支援対象から漏れた事業者などへの独自の支援策を発表しました。福岡市は飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などで売り上げが減少した事業者のうち、国や県の一時金支給の対象とならない事業者を支援します。対象は飲食店と取引がある事業者や、国の一時金の対象業種であっても売り上げが3割から5割減った事業者です。法人には15万円、個人事業者には10万円を上限に支援します。さらに美容室や劇場、タクシーなど市民が多く利用する店舗や施設、サービスを対象に非接触システムや換気機器の導入経費の3分の2を支援します。高島市長は市民の皆さんに最大限できることをしっかりやっていきたいとしています。